入社して22年になります。入社してからは西宮立体、春日の道駅改良工事、神戸三宮駅改良工事、各駅のバリアフリー工事、トイレ改修などを担当してきました。今回の大阪梅田駅改良工事は2014年から担当しています。大阪梅田駅周辺では阪神百貨店が入る大阪梅田ツインタワーズサウスの建て替え工事や地下道の改修工事が行われています。これらに合わせて大阪梅田駅改良工事を着手、もともとあった一番線の北側に新一番線ホームを新設し、可動式ホーム柵を設置しました。2000年に入社して21年目になります。駅係員、乗務員を経験して現在の助役となりました。2019年から大阪梅田駅で勤務しています。大阪梅田駅は特に朝夕のラッシュ時や阪神甲子園球場でのイベント開催時など多くのお客様が利用されます。今回可動式ホーム柵を設置することでより安心安全にご利用いただけるようになったと思っています。一緒に工事を行う電気部、電車を動かす運輸部などの関係部署や施工業者と綿密な工事調整を行いました。切り替え当日は営業を終了してから翌朝始発が走るまでの限られた時間で行うため、無駄のないようにスケジュールを組みました。旧一番線軌道上の下流化設置は事前に寸法調整や組み立てリハーサルを行いました。時間との戦いでもあるので各担当が自身のやるべきことに一斉に取り掛かりました。我々は全体を管理し、それぞれの工程の進み具合を確認しながら作業を進めていきました。新一番線に可動式ホーム柵が設置されてから深夜に試運転列車を入線させて稼働テストを行いました。神戸三宮駅にはすでに導入されていますが、大阪梅田駅は終端駅ということもあり、運転方向が変わり勝手が違ってくるので、テストの際は車掌役、運転士役と目線を切り替えて何度もチェックをしました。まずは無事に電車が発車してほっとしました。また駅としては切り替え後初の平日となる11月1日の朝ラッシュが一番緊張しました。お客様も初めて見るホームですし、滞留することなく誘導できているかなど、達成感というよりも緊張が続きました。とにかく無事に終えることができてよかったと安心しました。工事はこれからも続きますので、無事に完成するまで気を引き締めていきたいと思います。今回はホームと車両の隙間を小さくするための櫛状ゴムを取り付けたため、電車に接触しないかなど緊張感がありました。切り替え日より前に試運転列車で確認することができていたので、問題ないと分かっていましたが、お客様を乗せた営業列車が入線し、安全が確認できたときは安心しました。大阪梅田駅では初めてホームドアが設置されるので、操作を間違えないように指導職全員が教習所で研修しました。今後は各ホームに可動式ホーム柵を設置し、西改札口側にエレベーターとエスカレーターを設置します。さらに駅の微装化を進めていく予定です。より快適で安全にご利用いただける駅となるよう工事を進めていきます。駅がリニューアルすることで利便性の向上はもちろんのこと、梅田エリアの魅力向上に貢献できると考えています。ただ、何分工事期間中はご不便をおかけしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。私は入社してから大規模工事に関わることが多く、先輩方に教えていただきながら経験を積むことができました。法務部はここ数年で若手が増えているので、今まで培った経験を自分の中でとどめるのではなく、後輩たちに伝えていくことで、
法務部の人材を育てていきたいと考えています。巡回点検を強化し、工事期間中の無事故が当面の目標です。今も昔も阪神電車の東の玄関口として訪れてよかったと思っていただける駅づくりを継続していけるように、後進の育成に注力してまいります。